お世話になっております、マサルです。今回は SPF について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず SPF とは何か概要をお話しします。その後に SPF レコードの書き方について一緒に勉強します。それでは始めていきましょう。 SPF センダーポリシーフレームワークはメールサーバーの IP アドレスを利用して認証する送信元ドメイン認証技術の一つです。送信元ドメイン認証とはメール受信時に送信元ドメインを認証する技術です。つまり受信側のメールサーバーがメールを受信したときにメールを送ってきたメールサーバーが正規のメールサーバーなのかを IP アドレスの情報をもとに認証する技術ということです。流れで見ていきましょう。送信元ドメインは利用するメールサーバーの IP アドレスを DNS サーバーを通じて SPF レコードとして公開します。該当の送信元ドメインのメールサーバーからメールが受信ドメインのメールサーバーに送られます。メール受信時、受信ドメインのメールサーバーは本当に正規の送信元ドメインのメールサーバーがメールを送ってきたのかを認証します。認証するために送信元ドメインの DNS サーバーに対して SPF レコードを問い合わせます。 DNS サーバーは SPF レコードを応答します。 SPF レコードには自分のドメインが利用するメールサーバーの IP アドレスの情報が格納されています。受信側のメールサーバーは実際にメールを送ってきたメールサーバーの IP アドレスと SPF レコードで記載されている IP アドレスの情報が一致するのかを確認します。もし IP アドレスが一致していれば認証 OK、 正規の送信元ドメインのメールサーバーから送られてきているメールだと判断することができます。次に送信元ドメインを偽った場合で見ていきましょう。攻撃者は送信元ドメインをマサル .com に偽って別のドメインから成りすましメールを送信しています。メールを受信した受信ドメインのメールサーバーは成りすまされているマサル .com ドメインの DNS に対して SPF レコードの問い合わせを行います。 DNS サーバーは SPF レコードを応答します。その結果比較するとマサル .com が利用しているメールサーバーの IP アドレスと実際にメールを送ってきたメールサーバーの IP アドレスの情報が一致しないことになります。このように IP アドレスが一致しない場合は認証 NG となり、対象のメールを迷惑メールホルダーなどに振り分けるなどの対処を行います。過去問では SPF レコードの書き方が出題されていますので、SPF レコードの書き方も覚えておきましょう。 SPF レコードは DNS サーバーにテキストレコードとして登録されます。例えばこのような記載の場合、どのような意味になるかというと、 V イコール SPF1 は SPF のバージョン1であることを表しています。プラスの記号は認証された情報であることを表します。ちなみにプラスは省略可能です。 IP4 は利用するプロトコルを表しています。IPv4 ではなく IP4 なのでご注意ください。その後ろのコロンでは正規に利用するメールサーバーの IP アドレスを定義します。その後ろにマイナスオールをつけることで、ここで定義した IP アドレス以外のアドレスは不正なアドレスであるということを定義しています。また SPF レコードで指定する IP アドレスはネットワークアドレスでも指定することができます。 192.168.0.0/24 に含まれる IP アドレスが正規の IP アドレスであると認証されます。それでは今回は SPF について一緒に勉強しました。最後に少しだけお知らせです。皆さんのおかげで本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日全国書店にて発売です。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。実際に SPF がどのように機能しているのか見てみましょう。こちらはエキネットを語る成りすましメールです。こちらのメールの認証情報を見てみると SPF はパスになっています。あれ、成りすましメールなのにパスになっていると思う方もいるかもしれませんが、 SPF は送信元ドメインを偽っているかを確認するための技術です。こちらのメールがどこの送信元ドメインが送られてきたのか、詳細ヘッダーを確認してみます。すると送信元ドメインはこのようなドメインになっています。つまり攻撃者はこのドメインから正規のメールサーバーを利用して成りすましメールを送ってきています。この場合当然 SPF の認証判定はパス判定になります。 SPF は送信元ドメイン認証技術であり、
送信元ドメインを偽ったメールを検出する技術です。もし攻撃者のドメインのメールサーバーから送られてきた場合は SPF では検証することができないので注意しましょう。